はい、先ほど実はこけましてですね、まあ、ティートリーとラベンダーをねこの指に塗りました。これこけてしまいました。今日が10月の18日です。どうなるか。はい、これ塗ってみました。一滴ずつですね、ラベンダーです。はい、昨日こけて、右手の小指のね関節のところをすりむいたんですけども、今日はこのぐらいねもう膜が入って、はい、しかししっかりね組織が再生されてますよね。ドデラのオイルをラベンダーとティートリーに塗ったんですね。出来口ですね、こんな感じになってますね。はい、早いです。はい、しっかり